い、皆さんこんにちは、サンディです。ですね、今日はこんな感じでホワイトの骸骨メイクをちょっとしてみました。で、いつものダークな感じよりもちょっときれいめな骸骨さんになってると思います。こういった感じの刺繍のパーツだったりとか、今日は白いカラコンを使っています。ちなみに、今日使っているカラコンはこちらです。クリアシーンワンデイというもので、これはドンキで買いました。多分2000円弱したと思います。で、今日はなぜか涙がね止まらなくて、右目がすいません、本当に止まらなくて。で、このカラコンなんですけど、こう白いけどちゃんと黒いとこは開いてるので、一応ちゃんと周りは見えてますので大丈夫です。まあそんな感じで、今日のこのルックのチュートリアルを始めたいと思います。では始めましょう。
got one life to live, don't let it go. Can you let ありがとうございました。前回の動画をここら辺に載せておきます。もしよかったらチャンネル登録お願いします。そして通知ボタンもオンにしていただけると、アップするたびにと生放送するたびに通知がいきます。そしてインスタグラムもよろしくね。バイバイ。